はい、デュエマのね、切り札勝負くんのかっこいいデッキケースが映ってるんですけど、こちらのデッキケースのね紹介ではなくて、あのデッキケースの中にね、デュエマの初期系のカードが詰まってて、まあ、丸ごと販売されてたっていうね。こちらがいくらだと思う？こちら300円、300円で初期系のカードとデッキケースが買えたって。このデッキケース調べたところ、私全然そのリアルタイムで買ってなくて知らなかったんですけど、2005年1月号のコロコロコミックの付録らしいです。豪華だよね、このプラケースのさ、デッキケースがついてるの。ちゃんとコラビナついてるからね、腰に下げること。ただスリーブ入れると40枚きついよねこれ。まあ、あのスリーブ入りの40枚だと入らないと思います。こんな感じでね、結構しっかりとした作りなんですよね。勝負君もかっこいいしね、結構使用感はあるね。探したら、未使用品でなんか1200円とかで販売されてたので、まあこれだけでも私にとっては100円以上の価値はあるかな。ちょっと汚いからね、100円ぐらいって言っちゃうけど、いいよねこれ。もう使えるかって使えないけどね。で、問題はこちらどの程度のレベルで入ってるか、多分すごいボロボロなんだけど、200円だからね、いや300円か、300円だからね。で、フォルテ、これも確かクロコロのフォルテだったかな。あ、そう、これとソウルガルダスのプロモカードとセットだったと思います。確かね、コロコロのフロッグで、ソウルフェニックス、これ見えてたんですよね。状態どうだろう、スリーブボロボロだけどね、これ以上ないぐらいボロボロ、伝わるかな、ビニールの限界まで。あ、結構ボロいね、表面はそこまでないかな。いや結構擦れてんな。でもまあソウルフェニックス、あ、結構押し跡みたいなのあるね。お外でデュエルしたのかな。とドルザークさん、はい、プロモカードですね。これ見えてたんですよね、ガルクライフドラゴン。まあ、これだけでも300円か、300円出していいかなと思ったんですけど、すっげえボロいや。かっこいいからね、備品だと今2000円ぐらいすんのかな。あ、すごいボロでもまあまあ大事にしたいと思います。でシャイニングディフェンスの、だからこれは2005年の付録だから、その辺のカードが入ってるのかなと思ったら、結構それより前のカードが多いかな。いいか、これ第1弾のカードですね、ジェイドツリー。いい入れも入ってるけど、すごい折れてんな。お、初期フェアリーライフですね。備品だと結構っていうか値段がついたりするんですけど、ボロいね。一応取っとこう、いや取っとこう、別にそこディメンジョンゲート入ってた。ガラミタール、これもかっこいいよね、アースドラゴン。でグレガリオ、これもアースドラゴンのかっこいいイラストなんですけど、すごい折れてる。絶対このままディエル使ってね。で、小さな勇者ゲットの初期版ですね。これなかなか、なかなか、ちなみにこれあれなんですよね、一徳先生なんですよね、イラストレーター。あの、バロムとかと同じイラストレーターさんですね。ちょっとテイスト違うね。結構皆さん見過ごされてると思いますけど。クックポロン、クックポロン、チョリバハムのプロモ、これの、なんだっけ、光ってるバージョンがあるんですよね。それだとちょこっとのお値段がします。ドラゴンシャウト、地獄スクラッパー、あ、これ色違く、あ、違うね。しかもイラストレーターは、あの、私の大好きな百瀬久志様でございますね。今バンガードなんか書いてらっしゃいます。おお、これいいで、あ、これも見えてたんだよ、ボルシャックドラ。え、ちょっと待って、ラグ焼きしてあんな。あはは、で状態はボロいまあでもそこそこというかね、値段じゃないけど、え、何言ってんだよ。まあでもよかったボルシャックドラゴン。あとはね、多分、あ、これ入ってたんだ、ファイアーバレット、これわりかし状態いいね。あ、これが一番状態いいや、あの光もんでは。はい。で、ブレイズクロー、あ、これは、
密かにデッキの分だね。で源流砲、メテオザウルス、おこれサイロック、ピーカブもサイロックか、ほうほう、スピリチュアルスタード、トルネ、あ第1弾ですね、トルネードフレーム、ディオライウス、これもサイロックか、イラスト違うね。火炎流星弾、スクランブルブースター、クリムゾンハンマー、サイロック系が多いな。ピーカブ、一撃必殺のフォーパスのプロモスね、とグッシャットフィストとバーストショットっていう感じでした。200円でこれだと良くない？光物だとこれか、こんな感じ。まあドルザークプロモだけどね。こんな感じで備品だと数千円レベルのカードも紛れ込んでたんで、まあ、ちょっとボロいけどね、大事にコレクションしたいと思います。ボルシャックドラゴン、ちょっと落書き消そうかな。カルクライフドラゴンが思ったより状態悪かったけど、まあ200円、300円、何度もいいけど300円ですからね、はい、十分元は取れたんじゃないかなと思います。っていう感じでした。こんな感じでね、デュエルマスターズ初期のこういったレア系、まあノーマルも集めてるんですけどね、カードを集めておりますので、もしよろしければね、チャンネル登録していただけると、また次の動画も見ていただけるかなと思います。では、今回は以上です。どうもありがとうございました。